1> 1 5月初めのある晴れた夜であった。11時ごろ、自分は庭園で、青い、深い天空に見入っていると、突然、門外にあたって、電報です。という声がする。受け取ってみると次の数句が記されてあった。九段坂301か猫。こ。れは何だろう。301というのは、実に妙に感じた。かというのは友人の名で。 しかも友人中でも最もキーな人物の名であるのだ。あいつは詩人だからまた何かの謎かな、自分はこの不思議な伝報紙を手にして考え始めた。発信時刻は10時45分、発信局は大塚である。どう考えてもわからない。がとにかく、九段坂まで行ってみることにし、着物を着替えて門を出た。我が住居から電車線路まではかなりある。その道々。 自分はつくづくと金子のことを考えた。ちょうど2年前の秋、自分は鬼人ばかりでできているある宴会へ招待された際、彼、金子栄吉と初めて知り合いになったのであった。彼は今年27歳だからその時は25歳の青年詩人であったが、その風貌は著しく老けて見え、その異様に赤っぽい面上には数畳の深い大敗したシワが走っており、目は大きく青く光り、 花は高く太かった。ことに自分が彼と知キになるに至った理由は、その唇にあった。宴会は病的な人物ばかりを持っても用されたものであったから、いずれの来会者を見ても、異様な感じを人に与える代物ばかりで、知らない人が見たら悪魔の集会のごとく見えたのであるが、その中でもことにこの青年詩人の唇が自分には目についた。彼はちょうど真向かいにいたから、 自分分は彼を思う存分に観察し得た。実にその唇は偉大である。まるで六章に食われた銅の棒が二つうつつかったようである。そして絶えずビクビク動いている。食事をするときはさらに壮観である。熱い血の赤色がかったその銅棒にひらめくと、それは電光のごとく上下に開いて食物を飲み込むのである。実にかかる熱いほうれいな唇を持った人を見たことのない自分は、 思わずしばらく我を忘れてその人の食事のありさまに見とれた。突然恐ろしい彼の目はギロっとこちらを向いた。すっくと立ち上がって彼は怒鳴った。おい、君はなぜそうじろじろと俺の顔ばかり見るんだい。うん、どうもすまなかった。我に帰ってこう言うと彼は再び差した。人にじろじろ見られるのはとにかく気持ちが良くないからな。君だってそうだろう。 そう言って彼はビールの大敗をぐっと飲み干して、輝かしい目で自分を見た。そうだった。僕は、だが君の要望にある興味を感じたものだから。ありがたくないね、俺の顔がどうにしろ、君の知ったことではあるまいではないか、彼は不機嫌な様子であった。まあ怒るな仲直りに飲もう、かくして彼、金子栄吉と自分とは、そう知るに至ったのである。 彼は交われば交わるほどキーな人物であった。相当の資産があり、父母兄弟なく一人ぼっちでいる。学校は主従入ったが、一つも満足に追えなかった。それらの経歴は話すことを嫌がってよくわからないが、要するに彼は一詩人となった。彼は全く秘密主義で、自分の家へ人の来ることを大変嫌がるから、いかなることをしつつあるのか全然不明であるが。 彼は常に街上を歩いていてる常にバーや料理屋に姿を見せるそうかと思うと23ヶ月も行方不明になる正体が知れぬ自分は最も彼と親密にし彼もまた自分を信じていたがそれでも要するに得体の知れない変物とよりほか分からなかった